イクラで一番レアなブロックを知っていますか？一番レアなブロック？それはやっぱりシュルカーボックスとか、ビーコンブロック、エンダードラゴンの卵、エンドクリスタルとかじゃないのか？全然違いますね。正解はある条件が重なると出現する、この豚のスポナーです。なんかいっぱいあるな。周りに草ブロックを置けばちゃんと豚がスポーンします。まあ別に嬉しくないけどな。そもそもなんでこんな現象が起きたんだ？簡単に言うと、荒野に生成される毒グモスポナーと同じ場所に、宝の地図で見つけられる、トレジャーチェストが生成されて起きたみたい。それどんな確率だよ？ってことはこの真ん中にあるチェストはトレジャーチェストってことか。まあこのチェストを開けようとしても、なぜかチェストが開かないし、チェストを壊しても何もドロップしないんですけどね。なんでや、デカ豚邪魔だな。皆さんのワールドにもあるかもしれませんね。